エレクトリックレディランドプレゼンツ、エレクトリックレディラウド。このコーナーは名古屋大須のエレクトリックレディランド早川が個人的に気になっているアーティストを勝手に紹介する、しかもタイトル無視してラウドにくくらない身勝手なコーナーです。佐藤敦史のワイルドで行こう。お聞きの皆様こんばんは、エレクトリックレディランドの早川です。トーマです、よろしくお願いします。はい、すいません、先月はいいえいいえ大変申し訳ございません。全然そんなこと、ちょっと余裕がなさすぎました。気持ちを新たに、はい、気持ちを新たに、はい、なんか最近ライブ行ったって聞きましたけど。そう、行ったんですよ。この年になって初めて経験したことがあって、はい、まあ、いわゆるフェスというか、はい、まあ、野外ライブに俺この年で初めて行ったんです。いいっすね。うん、どうでした？楽しかった。ちなみになんで今回行こうと思ったんですか？最近気になってるバンドが出るっていうのも一個だし、はい、そういうフェスとかに一回ぐらいは、まあ、今更やけど、はい、行きたいなっていう欲求が出てきたから行った。素直ですね。うん、めちゃくちゃ暑い時期でもないから、いわゆる夏フェスとはちょっと外れてるから。あ、まあ、そうですね。夏フェスはやっぱりなんか日に焼けちゃうし、フジロックとかしんどそうだなっていうのが今だけあるんだけど。はい、そう。ライブ自体はどうでした？いや、よかったよ。なんだろう、どこにいても音聞こえてくるし、で別に音楽フェスじゃないのよ、俺が行ったの。あ、そうなんすか。個人個人のそのクリエイターがいろんなショップを出して、まあ服だったりアクセサリーだったり、はいはい、食べ物飲み物いろんな店がある中で、そこに音楽もやってますみたいな。でステージがいくつもあって、いろんなアーティストが出ますと、はいはい、一番見たかったやつと、はい、二番目に見たかったやつが時間が被ったから、あ、すごい引き悪いなと思いながら、なんか一番見たいやつだけ見て、それ以外はいろんな食べ物買い食いしたり、はいはいはい、ラグーナだったからその海とかあったから海見てボーっとしたりその中でも音楽が聞こえてくるわけですよ、はい、まあ、普段聞かないジャンルの音楽もいっぱい流れてきて、はい、あ、でもなんかこういうとこで聞くと心地いいなとか、まあそうですね、うん、思ったりして過ごしてましたね。いいっすね。あ、まあでも名前知ってる人たちはいっぱい出てたけど、通ってきてないっていうか。ああ、なるほど。まあ、全然俺らの世代だったら当然もちろん知ってるんだけど、別にそこまで通ってない。でもそういうのもすごい心地よかったし、それはいいリフレッシュになりましたね。なんかお客さんもやっぱりみんな楽しそうで、いつもはさ建物の中にこもってるわけですよ。はいはいはい、まあ、異世界だったね。なんか野外ライブっていいっすよね。いいね。僕結構好きっすよ野外って。すごくリフレッシュはできたかな。うん、お酒とか飲むんですかそういう時？まあ飲んだね。まあ車でもなかったから電車で行ったから、ね、お酒もとりあえずちょっと飲もうかなと思って飲んで、まあ、それも楽しかったしね。まあ、お酒入るとまたちょっとなんかいいっすよね。まあそうだね。うん、わかりますよ。帰りめっちゃ混んでたけどね。めっちゃ帰り混んでたけど、まあまあまあそういうもんだろうと。まあそれも思い出ですよね。そう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 です、ね。バスに乗って電車に乗ってあえて普通で帰って、あ、時間かけながら帰って。あえて。うん、そう。まあ、名古屋に戻ってきたら日常だなっていう。ああ、なんかそのなんかあれですよね、なんかありますよね。そう、トリップ感が。そうそうそう。ああ、これは楽しいわ確かにと思って。次もライブなんか行くんでしたっけ？行きます。ああ、いいっすね。6月末っすね。それは野外じゃないですか？違います。最近ハマってるのが、まあ、川谷絵音さんにハマってて、おお、インディゴラエンドとゲスの極みのツーマン、はいはいはい、ああ、そういうテーマのやつですね、うん。まあ、これは平日だし、はい、行っとこうと思ってチケット取りまして。早川さんがそこを通ってるっていうのが最近意外でしたね。でもこれも人の影響にはあ、誰か知り合いかなんかに、そうそう、に勧められて聞いてみたら あれいいじゃんと思って。なるほどなるほど。あとはまあカロニ鉛筆で、ね、最近めっちゃ聞くの。よく聞きますね、うん、すごいですね早川さん。僕にない引き出しを。いや、最近ちょっとそういうなんかちゃんとヒットしてるバンドとかをやっぱりできるだけ聴こうと思ったり、まあ、最近誰が勢いやるのっていうのを若い子に聞いて。そういうフェーズなんですね今。そう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 。いいと思います。やっぱり、まあ、もちろんね、そのレジェンドたちの良さもあるけど、はいはい、新しい子たちって何聴いてるんだろうっていうこの、なんだろう、単純な興味本位が。うん、今は強い時期だ、ね、すごいっすね。まあでも知っとくべきだしね。すごいっすよ。こういうとこで働いてる人間としては。いや、すごいと思いますよ。聞いたことないやって言いたくないし、バンド名知らないってあんま言いたくないし。うん、僕ちなみに今日ここ来るまでバックナンバー聞いてました。おぉ、バックナンバーいいよね。いや、やっぱね、人気ある人ってね、なかなかいいんすよ。まあ確かに理由があるんですよ。なんか理由は、うん、バウンディとかもよく聞くし。バウンディはね、僕最近知り合いの影響で全部じゃないですけど、うん、僕もちょっと聞いてます。あ、そう、もちろん俺も全部じゃない。一曲ね、うん、ガチですいいなと思ったのがあって。あ、何？東京フラッシュかな。ああ、あれは本当にいいと思う。あ、本当。
俺それハマらなかったんだよね。いや人に言われてえそれって言われるんですけど、うん、今んとこですよ、今んとこは一番ですよ、うん、バウンディの中で言ったら。あそうなんだ、はい、俺めちゃくちゃ多分ミーハーなんですよ。これ僕ミーハーじゃないですか。いや、まあ、でもいやミーハーなんかな、ミーハーか。もっと俺すっげえ分かりやすい曲が好きだから、はい、バウンディだったら、はい、怪獣の花歌、ああはい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 、はい、あれが一番好き。へえ、めっちゃ分かりやすいというか、はい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 。あと誰だろうな最近な、コーディーリーって分かる？コーディーリー、ん、いやめっちゃ勢いあるバンド、ノエルとか普通に売り切るようなバンド。日本人ですよね。日本人です。あでも俺ちょっと待望だったんですよ。うちで今月か6月、はい、うん、ライブがあるんだけど、まあ多分それ1回きりでも出てくるんですわ、売り切ってるし。でもなんか去年だか一昨年ぐらいとかにも仮が入ってはなくなってみたいなのが続いてて、うわいつ来るんだろうと思ってたら今回叶ったからめっちゃ楽しみ。なるほど。そう、そういう楽しみもありつつね、はい、あのちゃんとねうちってね、はい、特色があってね、はい、レジェンドのライブもね、いやちゃんと決まってるんですよ。ちょっと行きたいんですよね。あ、そうなの。スリーピースですね。そう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 。いや、知ってますよ。ジャケットとかすごい印象残るしね。かっこいいですよね。うん、僕はね、10年ぐらい前に、ラウンパーで来て、めっちゃ行きたいなと思ったんですけど、ちょっとそこまで行けなくて、うん、生では一回も見たことないですよ。あ、そう。で、その時出てたアルバムの曲がすごい良くて、うん、ヘビロテしてよく聴いてたぐらいな。あ、ほんと。はい。じゃあ、ちょっと曲紹介を任せますね。あ、わかりました。はい。まあそのアーティストはですね、はい、9月20日水曜日にエレクトリックレディランドに来ていただける、はい、うわーいいっすね、ディジー・ミズ・リジーなんですけど、今回はねせっかくなんでね、あの1曲ともやくんなんかちょっと曲振ってくださいよ。じゃあ聴いてください、グローリー。今月もありがとうございました。バタバタトークですいません。ありがとうございました。また来月お会いしましょう。バイバイ。エレクトリックレディーラウド。